はい、どうも皆さん、こんにちは。ゼッコです。それでは今回なんですけども、D ポイント総額2.5億ポイント山分けチャンスキャンペーンということで、今回は D ポイントに関するキャンペーン情報ですね。この動画では D ポイントのキャンペーンに関する解説、プラスさらにですね、簡単にかつ効率的にお得に参加できる方法についてお伝えしてますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回紹介させていただくキャンペーン、こちらですね。総額2.5億ポイント山分けチャンスということですね。こちらのキャンペーンの期間なんですけども、1月の25日、昨日からスタートしておりまして、2月の28日、日曜日までの、ま、約1ヶ月ちょっとぐらいのキャンペーンですね。結構長いです。で、今回のキャンペーン、大きく2つに分かれております。ま、それぞれですね、1つずつ分けてお伝えしようと思うんですけども、まずこの特典1というところなんですが、 対象の D ポイントクラブ加盟店利用で2億ポイント抽選で山分けさらに3回以上利用で山分けポイントが2倍ということですね。このキャンペーン自体は誰でも参加することができます。で、得点1の2億ポイント山分けの流れなんですけども、最初のステップ1でエントリーをすると。で、ステップ2期間中に D ポイントカードの提示で店舗ごとに最大で税員に200円以上1回のお買い物で付けてもらう必要があると。 で、それをクリアしたら抽選で2億ポイント山分けに参加できるという流れになります。で、さらに先ほどもちょっとお伝えしたように、期間中対象加盟店を3回以上利用すると山分けポイントが2倍になるということですね。細かいところはこんな感じとなってます。まず先ほどお伝えしたようにエントリー必須となってますんで、もう忘れないうちに先にやっちゃいましょう。で、このキャンペーンの条件ですね、今回2つに分かれているんですけど、まず最初に対象のお店ですね、街やネットのお店で D ポイントカードの提示をしていただくと、で次に 通常ポイントの1ポイント以上を申請された方ということになりますので、まあ、ここにも出てるように、店舗ごとに最大で1回、まあ、税抜き200円以上のお買い物の際にですね。D ポイントカードを提示したらポイントが付与されると思いますので、その時点で OK ということになります。で、得点プラス上限についてなんですけども、条件を満たした方の中から抽選で D ポイントの期間用途限定の2億ポイントが山分けされると。それがお一人様2000ポイントを上限に山分けということになりますので、まあ、抽選ということになりますので、 確実にもらえるというわけで、ここですね。米印を3回以上で実施された方は当選により山分けポイントが2倍ということですので、まあ、先ほどもね、エントリーの流れでお伝えしたように、店舗ごとに最大で税抜き200円以上のお買い物ですね。これをトータルで3回以上行った方は、山分けポイントが2倍ということになります。 で、このキャンペーンの対象外となるところなんですけども、今ここにも出てるように、通常ポイントの認定の対象とならない消費税であったりとか、クーポンを利用した分であったりとか、D ポイントを利用した分であったりとか、こういったものは対象外となりますんで、気をつけてください。で、あとですね、キャンペーンの対象外となるお買い物もしっかりと出ております。まあ、結構多いんですけども、まあ、一部抜粋してみると、こことかですね、タバコ切手、金券、商品券、ポサカードなど、対象加盟店ごとに一部対象外となる商品がございます。詳しくは、各加盟店に ご確認くださいということになりますんでいわゆるそのお店によってはポイントがついたりとかつかないっていうこともあったりするかなと思いますんでまあその D ポイントがつけばいいんですけどもおそらくここに出てるようなものは D ポイントがつかないということになるんでまあ、それに関してはねまあ、お店の公式ページとかで事前に確認しておくのがいいのかなと思いますで、対象外の店舗もしっかりとありますまあ、あのこれは公式ページから引っ張ってきたんですけどもざっとこんな感じとなってますんで普段からねご自身が利用されているお店が対象になっているか対象になってない を確認してくださいちなみにちょっと真ん中のちょっと右側ですね。のところにメルカリというところも出てるんで、メルカリは対象外みたいなので気をつけてください。 で、これが特典1の流れについてでした。続きまして特典2なんですけども、モバイル D ポイントカードを登録で5000万ポイント山分け、かっこ未登録者限定ということですので、ここにも出てるように、モバイル D ポイントカードをまだ利用されてない方向けのキャンペーンとなってます。で、流れなんですけども、今一番上にも出てるように、モバイル D ポイントカード登録が初めての方限定ということになってまして、ステップ1で、まずはモバイル D ポイントカードを登録すると。で、ステップ2で、アプリを立ち上げた時にそのバナーが出てくるらしいんです。 ですけどもそこにクリックしてエントリーを行います今出てるのは5000万ポイント山分けっていうのが出るみたいですねでステップ3でまあ、d ポイントのアプリがあると思うんですけども真ん中の一番下のところにカードのアイコンがあるのでそこをタップして d アカウントでログインをするとそしてログインして設定が完了ということになりますこれがこのキャンペーンの流れですねめっちゃ簡単ですねで今お伝えしたこのモバイル d ポイントカード登録することの山分けのキャンペーンなんですがここにも出てるように 以下の条件を満たした場合に限りますということですので、まあ結構いろいろ出てるんですが、例えばこれまでに一度もモバイル D ポイントカードの設定を行ってないユーザーの方、まあ、おそらく僕のチャンネルを見てくださってる方のほとんどは、まあモバイル D ポイントカードを設定されたことがある方が多いと思うんですけども、もし行ってない方が対象であったりとか、他にもアプリ起動の際の本キャンペーンの告知バナーが掲載されるユーザーということ。そして本キャンペーンは事前にエントリーが必要となってまして、キャンペーンエントリー前にモバイル D ポイントカードの 設定を完了された方はですね対象外ということになりますんで今お伝えしたようなこれらの条件全て満たした場合まあこの5000万ポイント山分けに参加できるということになってますんでまあ結構ですねこのチャンネルを見てくださってる方少ないかもしれないんですけども該当される方はサクッと参加してみましょうまあこの特典1そして特典2に関してのキャンペーンの付与時期なんですけども2021年の3月末頃ということになってますんでまあ安定の忘れた頃に付与されるかなとそして特典1の当選者に関し はですねポイントの進展を持ってお知らせをしてもらうみたいなのでとりあえず付与されてたらあ当たってるんだなみたいな感じでいいのかなというふうに思いますで得点一得点2それぞれの上限は二千ポイントの D ポイント期間用途限定となってますんで本当もらえたらラッキーだなっていう感じで参加してみたらいいと思いますでこの総額二点五億ポイント山分けチャンスのキャンペーンのいいところなんですがまあなんといっても支払い方法は何でも OK というところが魅力的なんですよねとりあえず D ポイントカードの提示をすれば OK に等しいのでまあ 他のキャンペーンと組み合わせて利用することができるんですよね。まあ、せっかくなんで大きく3つに分けて紹介をしたいと思います。まあ、例えば、どんなキャンペーンがあるのか3つに分けて紹介します。まず1つ目は、今開催されているファミリーマート最大 D 払い20%還元、もしくはファミペイの50%還元キャンペーンですね。まあ、それがこちら2つのキャンペーンなんですけども、例えば、このファミリーマート限定の D ポイント最大20%還元キャンペーンですね。このキャンペーンで、お会計の際に D ポイントカードを絶対提示していただいて、さらにそこから D 払いで決済 すればまあ、先ほどの山分けキャンペーンの参加条件を満たしているということになりますまあ、得点1の方ですね なので、ほんと D 払いでファミリーマートでお得にお買い物できる、ついでに山分けチャンスに参加できるので、まあ、一石二鳥かなと。まあ、同じくこちらもいいですよね。ファミペイ払いで半額戻ってくるキャンペーンですね。こちらのキャンペーンについても、お買い刑事に必ず D ポイントカードを提示する。そして、ファミペイで決済すれば半額戻ってくるということになりますんで、まあ、ついでに山分けチャンスに参加できるということになります。ですけども、ちょっと気をつけてほしいのは、こちらのキャンペーンで、まあ、ポサカード利用される方、ポサカード購入される方結構多いのかなと思うんですけども、ポサカードの購入は D ポイント付与の対象外だった気がするのでちょっとここは気をつけてください おそらくですね、ちょっと公式ページを見た感じは、ファミペイで決済してファミペイの還元は受けることはできるんですけども、おそらく D ポイント自体の付与はなかった気がするので、山分けチャンスに参加できないかもしれないんですよね。なのでもしファミペイで決済する際は、ポサカード以外のものを購入される方に関しては、D ポイントカードを提示してファミペイで決済すれば大丈夫なんですけども、ポサカードを購入される方はですね、おそらく D ポイント付与対象外だった気がするので、ここは気をつけてください。一番いいのはですね、ファミペイ側に問い合わせるのが一番いいです。 全然関係ないんですけども、久しぶりにファインペイから無料の雷ンのクーポンをもらいました。大好きファインペイ。次二つ目は、松本清志で D バレー20%還元キャンペーンですね。まあ、少し前にね、あの動画にさせていただいたと思うんですけども、2月の15日まで、今現在ですね、松本清志で D ポイントカードを提示して D バレーで決済したら20%分の D ポイントもらえるので、まあ、お会計時に自動的に D ポイントカードを提示することがあると思うんで、その際にさらに D バレーで決済すれば、もう一石二鳥で20%還元、プラス先ほどの山分けチャンスにも参加できると。そして最後三つ目は、 ローソンのお試し機会券ということですね。まあ、もうローソンのお試し機会券についてはね、一応リンクは貼っておくんですけども、もう800回ぐらいもう動画で説明してるので、ほとんどの方ご存知だと思うんですけども、これと併用すれば、まあ効率的に参加できるかなと思います。で、早速ですね、僕も今朝、お試し機会券久しぶりに取ってきまして、商品と購入してきました。ちょっと一部商品なかったんですけども、まあその時のレシート見ていただければわかると思います。一応合計で628円分のお買い物というか、まあ商品を交換したわけなんですが、その時 こ時に D ポイントカードを提示してきたので買い上げポイントとして2ポイントついてますなので山分けチャンスの200円で1ポイントですねこれの条件を満たしているということになりますのでもしお試し会見を利用する際はまあついでに参加できるのかなというふうに思います まあ、とりあえずですね、今僕の方で、こちら3つのキャンペーンと合わせて使うっていうことで紹介をさせていただいたんですが、普段日常で D ポイントカードを提示する場面というのはちょくちょくあるかと思うんで、まあ、その時にお会計の際の税抜き200円で1ポイントですね。まあ、それを満たしていればどこでも OK なので、このキャンペーンと一緒に使わないといけないっていうわけではないので、ここは、 ご安心ください。ただただ、こういったキャンペーンで合わせて使えばお得ですよということで紹介させていただきましたんで、普段ご自身が利用している D ポイントカードを提示する加盟店で、対象のお店があればそこと合わせて使ってみるのがいいのかなというふうに思います。まあそんなこんなで今回は総額2.5億ポイント山分けチャンスについて、簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ今回このキャンペーンについてはぶっちゃけ抽選なので、本当にポイントがもらえたらラッキーだなという感じで参加するぐらいがいいかなと思います。まあもしですね、まだモバイル D ポイントカードを登録 されてない方がいらっしゃったら、これはもうこのタイミングでもう参加するのは一番ベストだと思うんですけども、もうそれ以外の方に関しては、本当当たったらラッキーかなみたいな感じで、とりあえずエントリーだけ行うぐらいが僕としたらおすすめかなというふうに思います。今回お伝えしたね、キャンペーンのリンクに関しては下の概要欄に貼っておきます。そしてお試し会見についての解説の動画も貼っておきますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。